大発工業が製造、販売している自動車である。車格や構成は異なるが、販売上はラガー及び、ロッキーの顧客層の受け皿ともなっている。テリオスキットと車体の多くが共通であることから、全幅が 1555mm とコンパクトであるが、リアオーバーハングの延長により、小型車にふさわしい過湿容積を確保している。コンパクトカーでは、 数少ない縦置きエンジンであるが、これにはオフロードや深い雪の抵抗などの負荷を考慮した比較的容量の大きなトランスミッションとトランスファーを無理なくレイアウトする目的がある。また、アクロ対策としてセンターデフロック機構を備え比較的高い走破性を持つことや狭い作業道にも侵入可能であることから一部のリニア庁、森林管理所において 寛容車として使われている。駆動方式は 4WD および FR、エンジンは排気量1.3リットルの自然吸気仕様およびターボ仕様が用意されていた。給油口はラガーおよびロッキーと同様右側となっている。この車はトヨタ自動車に OEM 供給されていたトヨタキャミのベースとなっている。また、リアオーバーハングを大幅に短縮した。 軽自動車規格のテリオスキットも存在する。日本国内では1997年4月から2006年1月まで販売されていたが、モデルチェンジの際に名称を BE5 に変更した。姉妹車のプロドゥア・クンバラ詳細は、第 8BE5 参照2017年11月23日、インドネシアで3大目テリオスが発表された。7人乗りのロングボディのみとなった。 姉妹車には、プロドゥアで生産されるアルスがあり、この世代からトヨタ向け OEM はこのプロドゥア製となる。古代ギリシャ語で、願いを叶えるの意味。ありがとうございます。